さあ、クリスマスです。クリスマスにやってきました、みんなが。みんながやってきました。今日はちょっと落書きをしてみようかなと思いまして、まあ、スプラトゥーンって絵描けるんですけど、クリスマスなのでクリスマスの絵を描きたいと思います。これは今、ヒデオくん何描いてるの？十字架？十字架描いてる。そうね、クリスマスのね、木を描こうとしてるんだけど、ヒデオくんこれ漢字の木だ！違うよ！違う、クリスマスツリーの木を描きたかったんだけど、逆になんで漢字の木ひろくん知ってるんだよ。クリスマスツリーの台座描きます、俺ちょっと。はい、簡単なんですけど、どう？ああ、うまいこと、でも、補正すればいけるか？これ、ちょっと上から見ようか。あ、いいじゃん！いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいよ、クリスマスツリーっぽくなってるよ。いいよ、あと装飾品だね。なんか頭でっかちクローバーみたいになってる。でもすごい、おー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 、いいいいよ。でこれ俺持ってるじゃん、でっかさり、これを上にするのだから装飾品っぽく、なんか横浜ベイスターズみたいになっちゃった。頑張って修正してる。これさ、やっぱさ、俺がこうやって塗った方がいいんじゃないか、こうやって。いいじゃん。色がちょっとね、青と黄色だから、少しツリーっぽくはないけど、いいじゃん。二人で頑張ってる。二人で頑張ってるってことは、ひでおくんはどこ行ったんだろう。ちょっとなんかぶっとくなってるけど、まあ最近よりでかいからな。終わり？終わり？あれ、なんかさっきより雑じゃね？なにこれ？なんかさっきより雑じゃね？大きくなったのに雑になっちゃった。よいしょよいしょ。うわ！おーすげえ！綺麗！で、これを木のなんか幹にしてる。待てかな、これ。見て。見て。クリスマスツリーの頂点になってる。これ、これ誰？これ。ひりおくん。ひりおくん自分が飾りになったの。すげえこれ。すげえ。すげえぞ。今までで見たクリスマスツリー、スプラトゥーンで見たクリスマスツリーの中で一番綺麗だ。すげえ。身を挺してクリスマスツリーなって。ひろくん。ははは、呼んでは来た。呼んだらこっち向いた。飾りになった。ひろくん。ひろくん。かわいい。面白い。これすごいな。じゃあ今から、4人には、このお正月っぽい絵を描いてもらいます。自由に、この好きなものを描いていいので、自由に描いてください。それでは、3! !3 の意味が、ナルトで言う解散の意味だから。正月か。正月か。正月、まあ、イメージだけど、俺はこれだな。俺も書いてみよう。完成した。完成した。これはドラえもんの4次元ポケットじゃないよ。これは、コマ。俺が書いたのはコマです。ちょっと他の人の見に行こうかな。これは書いてる途中だな。わかんない。わかんない。これなんだろうな。
ピチ塗りで頑張ってますね。あー、諦めた。諦めた。これなんだ？あ、わかった、俺これわかったよ。これタコ揚げでしょ。これ合ってる？タコ揚げだよね。違う？違うっぽい。違うっぽいな。ねえ、これ。108？ 108？ 109の間違いじゃないのか。109の福袋じゃなくて。108ってなんだろう。これあれか。108回鐘を鳴らす除夜の鐘か。なるほど。正月だ。すごい。丸書いとこ。いいね。これいいね。これいいね、これ。除夜の鐘108回か。なるほどね。あー、これ、神社の鳥居か、初詣ね。お賽銭にあさり投げてんだ。なるほど、なるほど。なるほど。そういうことか。で、これはミスったのか。これミスったやつか。あれ？同じの書いてない？同じの書いてる。鳥居書いてるよ。ねえ。あの夫婦、この二人夫婦なんだけど、リアル夫婦なんだけどさ。夫婦で鳥居書いてるぞ。かぶってるぞ。仲いい夫婦だ。一緒に行ったんかな。ひりおくん。ひりおくんが書いたんか？あ、正月っぽいもの書いてあるけど、これはまさに正月。字だよ、これ、字。ひりおくん、お正月の正月って書いて、びっくりマークまで書いてある。確かに正月だけど、なんか字書けるんだ、ひりおくん。綺麗に書けるんだね、字。白色だね、ひりおくんは。頭いいんやな。イカ以外の人間の世界の字がわかるんだ。なんだなんだこう見ると俺が書いたこの四次元ポケットは確かになんかしょぼいな。この間お正月っぽいのをみんなには書いてもらったんだけども、今日は福笑い、福笑いをやろう。福笑い知ってる？あ、知ってる？うわあ！ひでおさん！ひでおさん！ひでおさん死んじゃった！福笑いは、目をつぶって見ないで顔を描く。顔を描くのが福笑い。ちなみに俺やったことあるんだけど、すげえ難しかった。目毛を描いてたところ潰れちゃったかもしれん。できたっぽい。何これ？ははは！何これ？ははこれどれが目なの？ 3 個目あるぞ。あと、この輪郭なんじゃ？ひりおくん見ないで、福笑い描いてもらいましょう、ひりおくんに。ひりおくん絵が上手くて、なんか、有名だから。絵が上手いのが有名。あ、ペチ塗りで頑張ってる。ペチ塗りで頑張ってる。これ丸描いてんのかな？ただ、動いてないね、ペチ塗りで今の。ペチ塗りしてるつもりなんだけど。俺、ひりおくんペチ塗り上手いのにな。頑張れ、頑張れ。あ、今回できてる。今回ゆっくりいってる、ゆっくり。あれ？なんか必然と顔になってない？これなんかにやりと笑った顔になってる気がする。あ、できた？できた。でも、これ顔だぞ。これにやっと笑った顔だぞ。ん？ひれおくんが、ひれおくんがあっち行けって言ってる。ひれおくんがあっち行けって言ってる。分かった分かった。で、今回俺が、福笑いを書く。で、オッケー、書くよ。ここ先頭にして書くわ。いきまーす。これをまず目。目を書いたつもりです。で、目をもう一個書く。はい。目を完成しました。で、次、口書きます。もうちょいこんくらいかな。口。これ口です。インクだけ回復しとこうか。で、ここが多分目。で、輪郭を描きたいの。顔の輪郭を描きたくて、もうちょい2歩ぐらいか。2歩ぐらい行ったとこで、ここで、あれ？俺死んだもしかして。俺もしかして死んだ。ちょっと待って。
ちょっと待って。落ちてる。落ちてる、俺。顔はできてる。顔はできてるけど、輪郭かけてない。めっちゃ煽られてる。狭かったな。絵を描くには、このステージ。狭かったな。赤もんしてる。こっちで描くか。ちょっと俺には狭かったわ。あ、こっちで描いていいの？おい。もう一回、もうちょい狭く描く。今2本で落ちたから。まず目を描く。ちょっとさっきよりちっちゃく描く。で、目を描く。はい。で、今度口を、行き過ぎるといけないから、さっきより狭く、口を描く。口描きます。で、輪郭。さっき2本で行ったんだけど、これ、今1歩。で、次落ちるから、ちょっと弱めの1歩描く。で、俺猫描きたいの。猫の輪郭描きたくて、こんくらいかな？こんくらいを塗れば、落ちたな、これ。これ落ちたな。うわ、惜しい！これ猫描こうとしてた、惜しくない？これ惜しかったな。ちょっと猫っぽくない？はい、どうもです。いや、本日はステージに、模様を作っていこうかなと思いまして、前、鬼滅の刃の、まあ、結構前なんですけど、前って言っても、かまど炭治郎の市松模様とか、まあ、善逸くんの、なんか、三角の猫ちゃん来ちゃった。三角の模様とか、なんか、いろいろね、作ったんですけど、今回は、まあ、雪、まあ、今冬で寒いから、雪でも降らそうかなと、雪の模様、雪の結晶の模様をステージに描いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、冬なので、安直ですけども、雪を描いていこうかなと思います。で、まあ、みんな各自ね、仲間たちみんな各自描いてるんですけど、雪の結晶ちょっと俺頑張って描いてみるわ。まず、ここ、まあ、見ればわかるかな、雪っぽい模様なんだけど、こうして、説明がしづらい。まあ、Y 描いてから、そうだね。そっからなんか付け足していく感じ。こういうことよ。こういうこと。で、ペチ塗りで、あとは塗っていく。いや、くしゃみ出そう。くしゃみ出そう、すげえ。オッケー。えいしゃー！あ、待って。ちょっとここ限界がある。ステージの外で限界がある。やばい、ちょっとごまかそう。こっち誰にもバレないでごまかす、今。きったね。きったね。あ、頑張ってますね。みんななんか各自頑張ってるけど。大丈夫かこれ、雪。え？あれめっちゃうまい、ヒデオじゃん！うまっ！そう、これ描きたかったの。うまっ！待って、俺も同じとこに書いてみるか。ちょっと頑張りましょう、これ。うまっ！こうしてるね、十字書いて。なんかこっち見てる、ヒデオ。なんだ？バカにしてんのか、俺のこと。なんだ？うまいじゃん、ほら。見て。あ、一本足りない。ちょっと待って、一本足りない。一本足りね。待って。比べてみよう。うまっ！うまっ、あれ。うまっ！これだよ。これ書きたかったんだよ、俺。あ、うまい。ちゃんとでも雪っぽくなってる。けど、あれを見てからはダメだ。あれ見てからダメだ。ねえ、顔つけないでよ、ヒレオくん。バイキンみたいになってんじゃん。俺は顔を描くためにやったわけじゃないのに、なんか。やばい、時間ない、マジで時間ない。あー雑これ。あ、でも今、雪。うまい。あー、終わっちゃった。
あ、綺麗じゃん。めっちゃ綺麗じゃん、ほら。雪だよ。ステージに雪ができた。上手くなったかも。ひでもの見たからかな。さっきよりは上手くなった気がするよ。どう？雪っぽい、雪っぽい、雪っぽい、雪っぽい。あ、でもあれめっちゃきれい。雪っぽい。あ、ほら、すごい、雪だよ。すごい。すごい。うまいな。ちょっと大きくみんなで作ろう。この丸を、あれなんで俺丸描いたの？で丸かまいっか。よし、これで描いていこう。なんで俺今丸描いたんだ。僕なんかごめん。なんかさっき丸いらなかったのに丸描いちゃったよ。まあ、いいや、こっからぶっとくしていこう。うわー、でかくてなんかすごいわ、ぶっといわ。やりづらさはない。そんなに、ただでかいだけで、大変なだけで、特にやりづらいとかはない。あ、よし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 。あ、いいね、でかいね、い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 いね。あ、うまい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 。タコちゃん、うまい、タコちゃん、うまい。うまい、うまい。いいよ。あ、これいいよ、いい感じじゃない？あ、よしよしよし、今日今日今日、いい感じ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 。あ、頑張れ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 。一緒に頑張ろう、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 一緒にここ一緒に頑張ろう。よし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 、どうどうどう、いいんじゃない。なんか一個投げ、なんか一個クソ投げとかあるぞ。なんだあれ、逆に短いとこもあるし、なんか反転でうまいこと、もうごまかしたみたいになってるな。反転でごまかしたみたいになってるぞ。ちょっと綺麗に描きましょう。よし、これで真ん中をまず描いて。なんかムカデみたいな、これ。ムカデみたいになっちゃってる。なんかもうギリギリで、ひろくめっちゃ回ってる。あ、変わんないの、短い。なんか長いのと短いのあるな。いい感じいい感じいい感じ。あ、いいじゃんいいじゃん。オッケー、丸にしとこう。オッケー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 、どうぞ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 。うわ、いいいいいい、良いじゃん。さっきよりさっきよりいい、さっきより良くなった。